さあ、秋篠宮の話題なんですけども、大丈夫ですかね、国事行為。秋篠宮様が天皇陛下から勅書を受け取る、両陛下の訪英で国事行為を臨時代行とありますけども、天皇陛下が22日イギリスへ出発するのを前に、国事行為を臨時で代行する秋篠宮さんが天皇陛下から勅書を受け取られましたと。宮様が国事行為を代行されるのは去年6月に両陛下がインドネシア公式訪問された時以来3度目ですと。初めての国事行為を代行したのは一昨年9月、両陛下がエリザベス女王の国葬に参列するためにイギリスを訪問された時で、その時宮様が閣議決定の書類に目を通して署名や押印をされるっていうことです。講師らしい仕事、唯一の仕事なんですね。講師の仕事っていうか、セッションの仕事ですけどね。国事行為の臨時代行に関する法律第2条がありましてね。セッションの順位が、皇太子、皇太孫、2番目として親王および王とありますから、この親王に当てはまって、秋篠宮がやってるのかなって思います。皇嗣は皇太子ではないですから、親王および王が、根拠になって、セッションになってるのかなと思います。しかしながらコメントにもありますけども、こういった話をわざわざする必要もないし、当たり前のことですから、それしか仕事ないでしょっていう、それ以外は遊びに行ってるだけですから、動物園とかね。報道しなくていいですよっていう声が多いですね。わざわざ報道するっていうことはおかしいって訴えてるんですか、そういうことを言われる方もいらっしゃるんですね。秋篠宮じゃなくて、国事行為の代行は敏宮殿下がやってくださるのが一番いいよ、そういうふうに思われる方がいっぱいいるんですよ。コメントですね。天皇陛下が国内を離れれば、宮様が国事行為を臨時代行するのは分かってることですよね、と。エリザベス女王の国葬でも毎回毎回報道して耳にタコができるくらいに覚えていると。目立ってるんですよ、こんな報道でも。やはり、敏宮殿下が成年皇族になられたので、秋篠宮様より最適だと思いますと。本当にそうですよ。摂政とありますけども、仮に敏宮殿下が立太子されて、皇太子になられたら、当然ながら摂政は敏宮愛子内親王殿下になられるんですから、今の摂政順位の根拠を考えると、1番目皇太子皇太子、2番目親王及び王で、3番目皇后で、4番目皇太后、5番目太后太后で、6番目が内親王及び女王なんですよ。敏宮殿下が立太子されると叶うんですよ。こういうふうに思われるっていうことは、敏宮殿下が、立太子されて皇太子になっていただきたいと思われる方がめちゃくちゃ多いということです。やはり、将来の天皇陛下秋篠宮家よりも、天皇陛下ご一家から出していただきたいと、これは国民の総意です。もう今はジェンダーレスの時代で、男尊女卑の古き風習は世界から遅れていると。その通りですよね。ジェンダーレスっていうのも極めて重要な考え方であると思います。ジェンダーレス新時代で、日本は128カ国中115位、先進国ではもちろん断トツ最下位。愛子様、天皇制どうか国民の総意、国民の意思を尊重お願いしますというところですね。秋篠宮殿下が天皇陛下の代行するのは当たり前、ことさらニュースにするほどのことではないのではと。だって平成時代、国内外に限らずしょっちゅう出歩いていた平成の天皇の代行を当時皇太子だった金城天皇陛下が担っていたんだからと。で、前回インドネシア訪問から帰国された天皇陛下、代行されて秋篠宮殿下の事務的公務をやり直しされたとのポストを X 見た気がしますと。本当かどうかわからないけど、秋篠宮殿下に天皇陛下の代わりができるのかという疑問は拭いされないと。ありそうですけどね。どうなんでしょうね。英国へのご公務ですね、国賓として。天皇皇后両陛下の思い出深い知恵、31年もの時を経て、栄養士はお二人を温かく迎えてくれることでしょう。客人としてではなくて家族のような愛でと、一国民としても感慨深いものがありますと。キャサリン皇太子妃を心配されていると感じますが、懐かしい方々との再会、初演の地を心ゆくまで楽しんでいただきたいと思いますと。天皇陛下も皇太子時代にはされてきた秋篠宮様の臨時代行です。わざわざ記事にする必要があるんでしょうか。3回目とは平成時代のそれとは比較になりませんと。秋篠宮の報道に関してはみんなうんざりしてるんですね。容姿だなんだという話し合いは無用。いや、本当にそうですよ。今真剣に向き合うべきは皇位継承に関すること。容姿とか出てますけども、それは皇族の確保なんですよね。皇族の確保がなんでやらなければいけないか、公務がこなせないからとか言ってるんですよね。いやいやいや、減らせば解決するんですよ。公務の中身考えると、秋篠宮のバイト公務がいっぱいなんですよ。100件以上やってますからね。上皇上皇后様が知りといて100件公務が減ったんですよ。もう答えは簡単ですよね。もっと議論する必要あるでしょと。ずれてるんですよね。秋篠宮家を利するばかりなんですよ。養子に関しては保守層への媚び売りだと思うんですけど、多分実現しえない、門中による差別に引っかかりますから、
憲法改正しないと内閣の法制局が出したとしても多分無理だと思います。違憲裁判やられると思いますし、じゃあどうなるかっていうと半分女性見分け、男とか子供を準皇族にする案も出てるらしいですけども、準皇族って何ですか、じゃあ準皇族費払うんですか、そういう案は出ると思ってましたけどね。それが目論見なんだろうなと思いますけども、じゃあ秋篠宮を利するばかりじゃないですか。悠仁くんが曲がり間違って天皇に会った時に佳子さんとか眞子さんも戻すつもりなんでしょう。そうしたら万全に秋篠宮のバイト再生が出来上がるんですね。だから秋篠宮が儲かるんですよ。そのために上皇后様が口出してるんでしょ。全部そうだったじゃないですか。秋篠宮更新したのもそうでしょ。秋宮さんの臨時代行、こういう報道やめてくださいとか、そういう意見が多いですよ。政治省としての唯一の仕事なんですけどね、この人の。これで3倍の皇族費もらってますからね。全然仕事してないわけですよ。何をしてるの。あとは秋宮さん、なんと両陛下を横切ってるんですよ。これは陛下が日本から出発される時の映像をテレ東が出してたんですけど、ご出発の見送りをされてるんですよね。秋宮さんがスタコラさっさとついていって横切る映像が出てるんですね。横切り行為自体はまあまあまあいいんですけど、できればやめていただきたい。カメラの裏側通れよと思いますけども、それは100歩譲ったとして、気になるのは髪型なんですよ。ボサボサじゃないですか。こういうのありえないですからね。で、容姿って言ってもちょっと意識すれば30秒くらいで治るんですよ、こんなの。そんだけお金持ってるわけですから、まあ専属のスタイリストがつけなくてもいいですけども、髪型はなんとかしてほしいなと。せめて切りなさいよと。なんとかできないんだったら、切らないんだったら、まあポマードジェルスプレーはかけて固めて着なさいよって思うんですよ。風になびかれてもビクともしないから。ちゃんとハードスプレーでバーって固めれば絶対に動かないから。こういう風にボッサボサになってるんですね。すごい気になるし、横切りされたらですね、これはやめていただきたいな、びっくりしましたって言われちゃうんですよね。悠仁に関しても言われてますけども、悠仁もこうなると思いますね。悠仁様の髪型をもっと整えられた方がいいと思うんですが、なぜあの髪型なのって知恵袋で出てるんですよ。父であるエイミア様の髪型がお手本だとしたら、整えようと思う感覚はないかもしれませんって言われてるんですね。なかなかボサボサなんですよ、悠仁の方も。昔の記事があったんですけど、秋篠宮さんは学生の頃からお酒が好きでしたが、この頃飲まれる量が増えているそうです。いつも整えられていた髪型も最近は乱れることも少なくない。眞子さんと小室さんの婚約が延期となってからちょうど3年半、絶え間なく国民からの批判を受け続けて精神的に参ってしまわれるのは当然でしょうし、周囲は殿下のことを大変心配しております。髪型の乱れは心の乱れなのかなというところなんですけども、はい、いやいや、それでも直しなさいよ、もっと悪くなりますよ。天皇陛下の髪型乱れた瞬間見たことありますか？ないんですよ。そういうところからも意識されてるんですね。秋篠宮は見習っていただきたいなと。ありえないんですよ、本当は。まして皇族ですからね。見た目っていうのは大事ですから、ね、逆に昭和天皇陛下ですけど、昭和天皇陛下の髪型は常に どの写真を見てもものすごい綺麗なんですよ。昭和天皇はチックという種類の整髪料をご愛用でした。チックを年間10本も消費なさったと。それほど固められてたんですね。そのせいか昭和天皇がご愛用だったシャンプーはオイルシャンプーだったので、皆さんが化粧落としをする感覚で頭髪を洗っていたんでしょうと。やっぱり化粧なんですよね。なぜ昭和天皇はチックをそこまでしてご愛用だったんでしょうか。その疑問への回答として、皇室財産には曰く、どんなに髪が乱れても人前で触って直されることはマナーの観点から絶対にありませんとのこと。まあ失礼ですよね、髪触ってたら、要人の前とかで。でも秋篠宮すぐやりますからね。全然固めない、髪も切らない、直されたりしますから。髪ちらほら触ってたらみっともないじゃないですか。上皇様ご愛用の整髪料は資生堂のブラパスというヘアリキッドで、髪がベタベタになるほどおつけになりますとのこと。4回つけては乾かし、つけては乾かしをして整えておられたそうですね。昭和後期、エイミア様の乱れた髪を紀子さんが直してあげる写真が話題になったので、皇族たるもの髪の毛はピシッと固めなければならないというルールは若い世代には引き継がれていないのかもしれませんと。普通にみっともないですよね。しかしながら、現天皇陛下は髪型に対する対応も全然違うんですね。髪型は乱れてはいけない。2007年からの10年間は当時皇太子だった陛下の髪を切っていた大場さんと、陛下の髪型に対する強い思いを聞いていました。やっぱり意識されてるんですね。髪型は乱れてはいけないということについては大変に意識を強く持っていらっしゃると、思いますね。このサムネイルの写真見ても一目瞭然ですよね。全然乱れられてないですよ。秋篠宮見てくださいよ。ビュンビュン風が吹いてますから、ボーン、なんか鳥みたいになってるんですよ。
鳥好きだからなんでしょうか。海外に行かれて飛行場に降りられた時、風なんか強いですから、その時にどうしても髪が乱れるんですよね、ということをよくおっしゃいますので、思い返せば陛下は10代の頃も20代の頃もきっちり資産分け、そこに一工夫加えたかった大場さんは、お人柄がね、どうかこうほのかに漂うような感じをヘアスタイルでできないかなという思いがありましたので、陛下の髪型を変えた。しかしそれはあまりに恐れ多いこと、言おうが言わないか葛藤することをおよそ1年、2008年の春、大場さんはついにニューヘアスタイルの提案するんです。それはちょっとサーファーっぽい感じですね。こういうスタイルも殿下はお似合いかもしれませんね、と陛下に提案したのはサーファーカット。実際に大場さんが当時の髪型を再現してくれました。温かなお人柄を表現したいと思い提案したニュースタイル、果たして陛下の反応は、なかなかこれもいいですね、というご評価をいただきました。ならばその髪型をぜひ見たいという、当時の映像を探したものも全く見つかりません。それもそのはず、わずか1ヶ月後と、その次の会に来られた時にどうしましょうかって言ったら、今日はいつもと同じでいいですよ、ということでしたね、と。それからまた分け目のことが何回か私の陛下の中で話題になりましてね、ヘアチェンジの提案はいい印象を持ったような感じがしましたね、と。そのいい印象がきっかけとなり、最近の陛下の分け目は少しずつ真ん中でようになっているようですと。やっぱり陛下としては髪型すごくこだわっておられて、そして髪型乱れてはいけないと、そういう見た目に関する強い思いを持たれている、さすがだなと。アクション皆さんとでも見習っていただきたいもんだなと。これはちょっとひどいでしょう、アクション皆さんね。しかも横切るなよと、せめて髪型直してからよく来てくださいよと思いましたけども、なんで出てくるんですかね、アクション目さんは。わざわざね、キコさんもすごいにんまり笑ってみましたけども、ちょっと怖かったですが、以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。